君たちも噂話なんかに興味があるとは。確かにうちに来ている客はその話題で持ちきりだ。流行の話題というより都市伝説みたいなものだがね、俺が聞こうとしなくても勝手に耳に入ってくる。おい、怖い話じゃないよな。ちょっと待ってくれ。心の準備をするから。怖いということは別にないが、まあ少なくとも大多数の人にとっては闇夜の英雄と呼ばれる人の英雄譚だ。おい君たち、人の話を聞く気があるのか。さっきなんか言ったか。だから闇夜の英雄の話だ。噂によると彼は真夜中にのみ現れ、悪い奴らを成敗する謎に包まれた人物らしい。正直に言うとそういった噂にあまり興味はないが、まあ酔っ払って暴れるお客さんの対応をしてくれるのなら喜んで歓迎するな。話によると目撃者は数人いるようだが、夜中だったから顔まではわからなかったらしい。それがその英雄が夜にしか姿を現さない理由かもしれない。少なくとも闇夜の英雄の話は嘘じゃないことは確かだ。とにかく俺が知っているのは以上だ。興味があるなら広場の方で聞いてみたらどうだ。お客さんの注文の邪魔はしないでくれよ。闇夜の英雄か。どこにでもあるような話だけど、ただなんというか少し影があるような。一体どんな人なんだろうな。時間があったら広場で話を聞いてみようぜ。ことが聞きたいの？闇夜の英雄はね、この私よ。ごめん、冗談よ、本気にしないで。はあ。私が本当に言いたかったことは、あの人からは私と似た雰囲気を感じるってことよ。似た雰囲気？育成層の夜、ずっと問答を守り、己の正義を貫いて信念を守っている姿がね。マーガレットってそんなにすごいやつだったっけ？いえ、その英雄さんはお金持ちだって話。ふん。持ってるものだけが精神的な豊かさを求めることができるのが世の常。英雄が出てくる物語の多くもそう描かれている。そうでしょ？そんなことないわよ。私はただ毎日不自由なく暮らせているだけに過ぎないわ。ほとんど同じ意味だろう。キャッツテールのオーナーなんだからな。そうだ、縄文の衛兵に聞いてみてはどう。遅番の人なら何か目撃しているかもしれないわよ。君たちも
闇夜の英雄に興味があるんだな。何を隠そう、俺も闇夜の英雄の目撃者の一人なんだ。おお、早速当たりだな。なあ、闇夜の英雄って一体誰なんだ？まあそう焦らないでくれ、順を追って話すから。あの夜、見回り中の俺は変わった物音を聞いて急いで現場へ確認しに行ったんだ。そしたら何者かが数人こそこそと何かしようとしているのを目撃してね。だから俺は急いで隠れた。おい、衛兵なんだろ？その瞬間、あの人が現れたんだ。そのものがまとう黒い服はその存在を完璧なまでに闇夜へと溶け込ませていた。悪人たちにとってそれはまるで音もなく忍び寄る悪夢だろう。ほへー。そして俺はどうしたと思う？悪いことをしてない俺がどうして逃げるんだ。だが現場から離れたのは事実だ。何せ闇夜の英雄の前では俺なんて足手まといだからね。だから俺は騎士団の寮へと確認しに戻ったんだよ。ああ、あの者のように正義感があり自ら問答を守る人間が騎士団に入っていると思うのは当然だろう。けどそれは俺の思い違いだった。寮を確認したけど誰一人として外に出た痕跡はなかったんだよ。じゃあ騎士団の人じゃないってことか？そうなるね。しかしどうしてもわからない。あのような人がなぜ騎士団に入らない？あの者の実力なら騎士団で活躍するのも難しい話ではないのに。結局お前も闇夜の英雄の正体がわからないのか。そう落ち込むな。少なくとも騎士団のものじゃないってことは分かっただろう。そうだ、花屋で聞いてみたらどうだ。あそこの女性は彼に助けられたことがあると聞く。はあ、私ってば悪い女。浮気なんかしちゃダメなのに。なあ、闇夜の英雄について聞きたいんだけど。闇夜の英雄？あ、ごめんなさい、少しぼーっとしてたみたい。でもどうしてその人のことを考えてたって分かったんですか？あ、まさか顔に出てたとか？もうどうしよう、ディルック様に見られたら誤解されちゃう。あ、今ディルックの旦那のことを言ったか？え、わかりました。こうなったら洗いざらい喋ります。もともと私が慕っているのはディルック様お一人ですが、あの夜闇夜の英雄に救われてから自分の気持ちがわからなくなってしまったのです。じゃあ闇夜の英雄を見たんだな。どんな顔だった？実はあの時あまりにも怖かったのでよく見てなくて、覚えてるのは心が安らぐような炎の光となぜか見覚えのある後ろ姿だけ。私にもよくわかりません。まさかこれが運命の人ってこと？そう、運命の人だからこそ一目見ただけなのに見覚えが。わかった、情報ありがとう。これまでの情報をまとめると、セピロス騎士ではない、神の目を持つお金持ち。うわー、オイラには見当もつかない。ここまで調べたんだからやっぱこの目で確かめたいよな。夜の城内でも歩いてみるか？運が良ければそいつと会えるかもしれない。
夜になったな。城内を歩いてみるか。運が良ければ闇夜の英雄と会えるかもしれない。タイムサービス中。いらっしゃい。出陣すれば。衛兵の巡回路を避けていたら、まさか君たちに出会うとは。闇夜の英雄？そんなダサい名前、まさか君がつけたのか？はあ？本人なのに知らないのか？今、このモンドは闇夜の英雄の話題で持ちきりだぞ！くだらない噂話だ。まあ、平和であることの証拠でもあるのか。ひひ、これで闇夜の英雄の謎が解けたな。それでさ、闇夜の英雄さん。その名で呼ばないでくれないかな。いたたまれない。だよな。闇夜の英雄はダサい。もっとロマンある名前にしよう。正義の味方だ。正義の味方さん、一体何があったんだ？アビス教団だ。またあいつらか？最近何やら悪巧みをしているようでね。何かを探っているようだ。この間何度も僕が阻止したというのに、まだ諦めないとは。ああ、もう一人の闇夜の英雄とやらがいなければの話だが、騎士団には役に立たない奴が多すぎる。安心して背中を預けられるわけがない。昔のことだ、話す必要はない。君たちの話し相手に付き合ったんだ。一つ頼まれてくれないか？あ、なんだ？僕の正体を内緒にしてくれ。特に騎士団の人間には僕の行動を知らせるな。あれ？今何か音がしなかったか？アビス教団の援軍か？ただの雑魚だ。君でも簡単に倒せるだろう。雑魚どもに僕の歩みを止められては困る。ここは頼んだ。秘密を守る剣も忘れるな。ではまた。おい、行っちゃうのかよ。料理の時間だよ。消えるんだ。さっきここで何か物音がしたような気がするが、何か異常はなかったか？異常？ないよ。あ、闇夜の英雄のことか？それなら。闇夜の英雄？まさかあったのか？そう、実は正体はこいつなんだ。おお、モンドを守ってくれていたのはお前たちだったのか。騎士団を代表して礼を言わせてくれ。そんなにかしこまらないでくれ。なんだか照れるだろう。いや、待て。お前たち最近モンドに来た旅人だよな。お前たちがモンドに来る前から闇夜の英雄の噂はあったんだが。なぜ嘘を吐いた？
まあいい、お前たちが悪い人間じゃないのは知っている。だが闇夜の英雄の件で後日騎士団に来てほしい。この場所では言えないこともあるのでね。仕事があるからこの辺で失礼するよ。お前たちも気をつけてくれ。闇夜の英雄について何か話したいことがあるみたいだな。騎士団に行って話を聞いてみるか。ホーマン。ああ、来てくれたんだな。協力に感謝する。この間の闇夜の英雄の件について他に情報はないだろうか。そうか、それは残念だ。実はこれを見てくれ。うわ、へったくそな字。ん？しかもよく見たら読めないところがたくさんあるな。ああ、ほぼ共通語ではあるが暗号のようなところも多々ある。読めるところだけ見ると大体の内容はわかるがな。これはアビス教団が闇夜の英雄に宛てた果たし状だ。つまり闇夜の英雄は悪い奴らに狙われているのか？その通りだ。可能であればなるべく早く彼と共に対策を練りたいんだよ。これは闇夜の英雄一人だけではなく門戸全体に関わる問題だからな。ああ、何か気づいたことがあったらいつでも来てくれ。アビス教団からの果たし状か。大変。アビス教団からの果たし状のことか。もう知っている。わざわざ知らせに来てくれてありがとう。うえ、アカツキワイナリーの情報網はビジネスだけじゃないってことだ。じゃあディルクの旦那はどうするつもりなんだ？君たちの意見を聞かせてくれ。それでは何もかも騎士団任せになる。彼らが頼りになる相手であればここまで悩みはしないのだけどね。それに僕は隠れて騎士団に尻拭いをしてもらうほど落ちぶれてもいない。まあ、アビス教団の奴らなんて難題を投げつけてきやがるんだ。ずる賢いにも程があるぞ。無論方法はある。だが情報が必要だ。果たし状にわざと隠されていた情報がね。わざと隠されていた？読めない部分のことか？あれは奴らだけが読める暗号のようなものだろう。つまりあれは単なる果たし状ではなく奴らの行動通達の一種なんだ。双方の立場が対立した時、一方にとっての英雄はもう一方にとっての悪人となる。僕は長いこと奴らにとっての悪人となってきた。アビス教団が僕という目標を見据えることで、その力はより団結を増すことになるだろう。英雄になるためにはディルクの旦那みたいなすごい頭脳が必要なのか？ただ奴らのことに詳しいだけだ。英雄とは見方を変えれば悪人だからね。でも読んでもわからない部分についてどうすればいいんだ？簡単さ。わからなければ聞けばいい。奴らの拠点はすでに把握している。興味があるならついてくるといい。Thank you.
ここだ。このような古い遺跡に隠れるとはアビス教団らしい。さあ先を急ごう。決を下す。師匠の技を喰らいなさい。風と共に去れ。燃やし尽くせ。騎士なんかと一緒にするな。さあ計画の中身をおとなしく吐いてもらおうか。手紙を読んだのか。お前にその秘密を教えるわけがないだろう。自分の立場をまだ分かっていないようだ。手を媒介に神の目の炎を放った。いつまで我慢できるか見てみようじゃないか。死んだふりしても無駄だ。この程度の炎では。ん？気絶したか。おい、まだ寝るには早い。だけか。ならいい。もう何かを隠せるほど強い心も残っていないだろうしね。
情報は手に入った。僕は準備を進めさせてもらう。可能であればこの件について、騎士団の動向を見ていてほしい。はい、任せてくれ、旦那。突然どうした？ついさっき。ディレックの旦那は、オイラの怒らせてはいけないランキング1位に堂々ランクインしたぞ。ふん。早く闇夜の英雄を見つけないと。ああ、お前たち。ここだけの話なんだが、本当に困ったよ。先ほどの会議で今回の行動指針が決まったんだが、どうなったと思う？冗談はよしてくれ。騎士団はモンドの安全を脅かす者に対して見て見ぬふりなどしない。そんなことになればモンドの者たちは騎士団よりも闇夜の英雄を頼ることになるだろう。じゃあ騎士団はどうするんだ？闇夜の英雄の正体を明らかにして彼を保護することになった。保護？あいつの実力なら騎士団の保護なんていらないと思うけど。し、いや、まあお前たちにはいろいろと世話になったからな。はっきりと教えてやろう。保護はあくまで表向きで、本当の狙いはこの一件を騎士団の管理下に置くためなんだ。闇夜の英雄には手を出させないってことか？なんでそこまでするんだ？騎士団の実力を証明するためだよ。闇夜の英雄がいなくても騎士団がモンドを守れると民衆に証明するんだ。それにアビス教団が何をするかわからない。万が一闇夜の英雄に何かあれば敵の勢いを高めることになる。騎士団にも騎士団の苦悩があるんだな。それに闇夜の英雄の正体もわからない。怪しい人物が多すぎてどこから調査すればいいのかわからないんだ。そう悩む必要はないさ、ホフマン。俺の言う通りに調査すればいい。ガイア隊長。そうだな。最近ディルックのやつが毎晩エンジェルズシェアでバーテンダーをやっているらしいんだが、彼を見張ってみたらどうだ？そう難しいことじゃないだろう。それはもちろん問題ありませんが、しかしガイア隊長、つまりディルック様が闇夜の英雄であると疑っているんですか？さてね、どうだか。騎士団の中でも疑いの声は上がっているだろう。あいつに遠慮する必要はないさ。一番怪しい人物を真っ先に調査するのが普通だ。ディルックの旦那、あのな。チッ、ガイアのやつか。こうなる予感はしていた。あいつにとって僕から一本取る絶好のチャンスだからね。何やら因縁深そう。それより騎士団の考えは僕の予想とあまり変わらない。今はその策を逆に利用してやればいい。考えるから静かに。僕を監視するなら望み通りにしてやろう。完璧なアリバイを作ればいいだけの話だ。アリバイ？どうやってだ？知りたいなら一つ手を貸してほしい。もったいぶるなよ。ワイナリーの北西にモンドでも有数の無氷花の産地があるんだ。そこの無氷花が今いい感じに育っているはずだ。それを少し取ってきてほしい。僕はここで他の準備を進めている。
戻ってきたか。紹介しよう。こちらはワイナリーの醸造師だ。無評花がこんなに？今からもうそれの効果が楽しみだ。精製設備はこの純度に耐えられるか。問題は生じないだろうか。おお、やっとオーナーに話しかけられた。ご安心ください。オーナーの指示であれば命がけで完成させてみせます。命をかけるような仕事じゃないだろう。ではお話を続けてください。こちらは仕事を開始しますね。その無評花で何するんだ？ああ、実はこの前ワイナリーで新しい味を開発しようとした時、清涼感をアップさせるため無評花を少し入れてみたんだ。精製された無評花は確かに魅力的な出来栄えだった。じゃあよく売れたのか？いや、客を引き寄せたのではなく、それはスライムを引き寄せたんだ。元素力を吸収して生きている奴らにとってその誘惑は怖悪的で抗えない。だからこの特性を利用して。うわ、何の音だ？寒い。ディルク様、先生は完了しましたが、設備が。ご苦労。設備の心配はいらない。執事に新しいものを購入してもらう。出た、金持ち発言。今話していたのがこれだ。精製された無評花、元素の餌とでも呼ぼう。すごい、この体の芯まで響くような元素の気配。どうやって使えばいいんだ？少し地面に垂らせばいい。気をつけろ。少しだけでいいんだ。これくらいでいいか？で、どれくらい待てば効果が出るんだ？予想以上の効果だ。ワイナリーがスライムたちに荒らされる前に倒そう。熱々でしょ？風神料理の時間だよ。旦那。
な。そろそろ計画の内容を教えてくれないか？ああ、計画はこうだ。以上だ。けど本当にそれで大丈夫なのか？ディルックの旦那一人で。最初から僕のこだわりだ。こんな風になった今も僕一人で立ち向かうべきなんだよ。わかった。ディルックの旦那がそう決めたことなら。でもそれでもオイラと旅人は手伝うからな。いいだろ？おい、空気の読めないこと言うな。君たちに一つ借りができたな。では計画通り酒場で落ち合おう。夜になったら酒場でディルックの旦那に会おう。これは騎士団のホフマン殿、こんな時間に何かご用かな？いえ、特に用は。暇を見つけて少し酒を飲みにね。深い意味はありませんよ。おや、旅人、君たちも来ていたのか。おう、今日は気分がいいからな、一杯飲みに来たんだ。ご注文は？ではダンディライオン酒をいただこう。オイラはアップルジュースがいいな。だ、財布を忘れてきたみたいだ。お前は？すまないが、ツケは認めていない。じゃあ俺がおごってやろうか？いいいい、そんなに時間かからないし、すぐ財布を取ってくるって。ホフマン、本当に来たな。計画通りモンドの側門で元素の餌を使おう。おい、全部使ったのか？あれほどの量を。きっとここすごいことになるぞ。うわ、スライムがもう出てきた。ああ、ガイア隊長はすごいけど、一緒にいる俺たちはいつも苦労させられる。ああ、違う、上司をそんな風に言ってはいけないな。万が一ガイア隊長に聞かれてもしたら。戻ってきたぞ、アップルジュース一杯。ああ、すぐ準備しよう。ホフマンさん、ホフマンさん、側門が大変なんです、すぐ来てください。なんだと？何があった？スライムが来たんです。スライム？スライムくらいで慌てる必要はないだろう。よくあることじゃないか。スライムは珍しくないのですが、そのスライムが今までに見たこともないような数でして。まさかアビス教団の仕業か？しかし俺には別の任務が。ほう、別の任務。酒を飲みに来ただけだと聞いたが。あ、いや、それは。ふん、騎士団とはこんなやり方しかできないのか？アビス教団が城門まで迫ってきているというのに、酒を飲んでいられる暇があるんだな。だからセピロス騎士団は頼りにならないと言っているんだ。それは、ディルック様の言う通りです。失望させてしまい申し訳ありません。今すぐ出発しますが、その前に。旅人、お前に頼みたいことがある。少し来てもらえないか？ん？
俺の任務を知っているだろう。ディルック様が外出しないか見張っていてくれないか。側門の様子を見に行ってくる。すぐ戻るから頼んだぞ。邪魔者は消えたな。全て計画通りだ。僕もそろそろ行く。彼が戻ってくる前に戻らないといけない。時間を無駄にする余裕はないからな。戦いは最もたやすいことだがな。所詮は雑魚だ。雑談している時間はない。側門の状況はわからないが、急いで酒場に戻ろう。問題も解決したし、早く酒場に戻ろう。ホフマンが戻ってくる前に。ホフマンはまだ戻ってないみたいだ。間に合ったな。なんとか解決した。アビス教団がスライムだけを送ってくるとは。それは良かったな。騎士団はスライム掃除に職務を変えたらどうだ。今より重宝されるかもしれない。皮肉は勘弁してくださいよ、ディルック様。ん？旅人、その汗はどうした？どこか出かけてたのか？そうなのか。しかし、なぜ今なんだ？おい、どうするんだ？ホフマンが疑い始めてるぞ。すまないが、そこの人、少し聞いてもいいか？ディルック様、今日のバーテンダーがここを出たりしなかったか？まずい。他の客に聞いてるぞ。バレる。ああ、旦那。いやいや、ディルックさんはずっとカウンターにいたぞ。そうか。ホフマン殿、君が注文していたダンディライオン酒だ。これを飲んだら帰るといい。騎士団のみんなによろしく伝えておいてくれ。いえ、遠慮しておきます。そろそろ騎士団に戻らないといけないので、この酒はディルック様が飲んでください。妙だな。ドキドキしたぞ。絶対バレると思った。それも想定済みだ。だから今日、君たち以外の客はみんな暁ワイナリーのものだ。
下の全員桜。全員じゃないさ、正確に言うと俺以外はだ。ガイア、なんでこんなところにいるんだよ。静かに芝居を鑑賞できる場所を選んだだけさ。まさか最初からいたのか。ああ、この闇夜の英雄のアリバイ劇は素晴らしかったぜ。その辺の酒よりもはるかにうまい。それでこの件を騎士団に報告するつもりか。俺のことをよく知っているくせに。告発なんかに興味はないぜ。ただ単にモンドの闇夜の英雄がどこまでやれるか知りたかっただけだ。やっぱりお前はいつも俺の期待を裏切らないな。君の期待に応える義務などない。ああ、わかっているさ。しかし一番意外だったのは、孤高の闇夜の英雄が他人の助けを受け入れたことだ。申し訳ないが、本日の営業はここまでだ。お帰り願えるか。はいはい、いいさ。今夜はもう酒で盛り上げる必要もないしな。でも出る前に一つ言いたいことがある。聞こう。ディルック、お前にこの助手がいて俺は不思議と安心したぜ。素敵な夜を。じゃあまたな。ガイアのあの言葉、どういう。あいつのことはいいんだ。今回はいろいろと助かった。これは礼だ。おお、ありがとう旦那。一人で行動することに慣れてはいたが、君たちの手を借りるのもなかなかに悪くなかった。今後何か助けが必要になったら僕のところに来るといい。